この一杯はお試しで出せるかな。おっと、お客さんだ。ああ、いらっしゃい、ガラさん。ガラさんということは、このお客さんは知っている方ということでしょうか。ちょっと携帯をチェックしてみましょう。ガラ、誕生日9月13日。なるほど。なかなかワイルドでかっこいいお客さんでございますね。よ、シェリー・フィリップ。ここに座っても。ええ、もちろん。なんだかこのハイドというお客さんは初めて見るお客さんでいらっしゃいましょうか。クールさの中に何とも言えない怪しげな雰囲気があるお客さんですね。ここがお前のおすすめの店か。気に入らんか。問題ない。お前がロスで見るようなカフェとは違うさ。けどよ、ガーラ、いいんだ。お話し中すまない。何か飲むかい？ああ、お前は何する？お前が先だ。わかった。生姜入りのコーヒーでもいただこう。このお客様も生姜入りのコーヒーでございますね。かしこまりました。割合としてはどういたしましょうか。コーヒー2つ、生姜で行ってみようと思います。コーヒー1つ、生姜2つだと生姜の味がきっと濃くなっちゃいそうでしょうからね。ジャヒ・トゥブルック、なんともかっこいい名前のコーヒーですね。提供しようと思います。どうぞお待ちどうさま。ありがとう。ご注文は何にしますか？それ、うまいか。俺は好きだ。お前の口に合うかしらんが。なるほど。彼と同じもの。かしこまりました。では、同じ商品を提供しようと思います。ジャヒ・トゥブルック。どうぞお待ちどうさま。いいチョイスだ。で、今んとここの町はどうだい？懐かしい。ここ数年で多くのことが変化していて驚いたが。ああ、ここ20年で世の中は大きく変わった。このカフェも数年前はバーだったはずだ。いつこの店を開けた？このカフェを始めたのは6年前かな。ハイド。私はハイドだ。今の話からして、君はロスかな？そうだ。十数年前はこの町に住んでいたが、なぜシアトルへ？仕事のためだ。数週間はこの町に滞在すると思う。あちこち飛び回ってんのさ。なるほど。君たち二人は付き合いが長そうだね。そうだな。ああ、お前が結婚した後ですぐ会ったんだっけか。確か60年代だった。へえ、そいつはかなり昔だ。私たちには最近だ。ちょっと待った。僕の記憶が確かだな。人狼と吸血鬼の平和協定が。なるほど。察するにあたって、この右のお客さんが人狼で、左のお客さんが吸血鬼といった方でしょうか。お二人とも人間ではない種族ということでございますね。このゲームならではの一種族の面白みが出てまいりましたね。調印されたのは確か1865年だ。なら君たちの言う60年代っていうのは1860年代ってことかい？なんでしょうこの沈黙は。
いや、俺らが会ったのは1960年代だ。人間の基準に照らせば私たちは年寄りだが、そこまで年を食ってはいないけど、まあこうして会うのはしばらくぶりだけどな。20年は長い歳月だ。この場所だろ、私たちが初めて会ったのは。ああ、バーだった頃だ。移転したのか。潰れた。ああ、そいつは残念だ。まったく。ふん。今のはどういう反応だい？ふん、何でもない。ただ考えていた。歴史は繰り返すのか。僕はそうなってほしくないや。俺はオープン当初からあんたの店に通ってる。この店は特別なんだ。すぐに潰れたりはしないさ。ありがとう、ガラさん。ところで、しばらく顔を見せてなかったね。仕事が忙しいのかい？まあな。新種のウイルスが見つかったって最近ニュースになったろ。あ、今朝と言いますか、新聞に書いてあったことでございますね。やはり新聞に書いてあったことは、こうやってストーリーと関わってくることが大きくあるんでしょうね。やはりチェックしといて損はなさそうですね。それで病院がひどく混み合ってる。危険なウイルスなのかい？なんとも言えんな。けどまあ、病院へやってくる人の多くは、こう言っちゃなんだが、被害妄想に駆られてるだけだ。今もあの病院で同じ仕事をやってるのか。なんていう役職だったか。医療事務だ。なるほど。このガラさんは医療従事者ということでございますか。このパワフルな肉体に、この体中についた傷は、そういうことだったんでしょうかね。そしてそう、今もあそこで医療事務をやってる。お前はもう古株だ。新しい役職につけないのはおかしい。病院からは管理職にならないかと誘われたが、断った。今の仕事が好きなんでね。ふん。まあ人それぞれか。それより思った。病院では今も合法血液を売っているのか。合法血液とは一体何なんでしょうかね。ああ、今はもう病院へ足を運ぶ必要はなくなったかな。例の血液売買アプリを通じて注文するだけだ。ブラッドラストか。そう、それだ。ブラッドラストは病院から血液を仕入れているのか。自分たちじゃ血液を承認できないからな。それができるのは病院と保健所だけだ。彼らは売り込みに長けた、ただの仲介人ってとこさ。お前もよく使うのか？いや、そんなには。ビーガン生活を試していると言ったろ。ビーガン生活？野菜オンリーの生活ということでしょうか。だが、あのベンチャーの創設者は知っている。あ、そうか。ビーガン生活はうまくいってんのか。たやすくはないが、不可能でもない。すまない、一つ聞いても。君の言うビーガンってのは、二度と血を飲まないってことかい？生き血をな。合成血液は別だ。なるほど。きっとまた、この食の問題でいろいろトラブルがあったりとか、大変なことがいっぱいあるんでしょうね。こういった世界で生きる方々にとっては。合成血液？ちょいと説明が難しい。が、基本的には科学者たちが、我々種族の渇望を満たせるある種の血液を作っている。本物の血を使わずに。血因には文化的、健康的な懸念がつきまとうからな。味は一緒なのかい？まあ近い。高くないのか？高い。
が、私は帰る。なるほど。ハイドさんはきっとお金持ちなんでしょうね。おそらく。とはいえ、今も研究が進んでいるから、いずれは誰でも気軽に買えるようになるだろう。合成血液を他の材料と混ぜたら美味しいんじゃないかな。血液ベースの飲み物を売り出そうと、新しいお客を開拓できそうだが、常連は去っていく。ごもっとも。それにどういった味になるか微妙だ。大抵の吸血鬼は生き血を飲むことを好む。ただ、中にはいろいろな飲み方を試しているものもいる。いろいろな飲み方？大半は酒だな。中には怪しい物質を混ぜて飲んでるやつもいるが。ほう。よく知っているな。俺は病院で働いてんだぜ。そうだ。ヴィーガン生活のことで思い出したが。なんだ？毎月の返信の方はどうなった？返信と言いますと、人狼とおっしゃってましたし、やっぱり月かなんかを見ると狼男になっちゃうんでしょうかね。怒りを抑え込む苦痛の少ない方法は見つかったか？いや、まだだ。だが飲み物だってのは分かった。どういった飲み物だ？生姜とカフェイン、そいつを一定の割合で混ぜる。それで生姜入りのコーヒーを頼んだのか。ああ、可能性を探ってるとこでな。ただ、こいつじゃなかった。多分、コーヒーに含まれるカフェインが多すぎるんだ。市販の抗変新薬を使ったらどうだ？これではないとおっしゃってましたから。きっとカフェインが強すぎると申す、言ってましたから。コーヒー、生姜、生姜の割合の方が正解だったんでしょうか。こういったところもまた気になるポイントでございますね。信用できん。それにあの薬は一般向けだ。人狼によって特効薬は異なるから、俺らはそいつを見つけないといかん。それに効果は年齢によっても変化する。この飲み物の効果はどれくらいだ？怒りを鎮めるには十分さ。正直それだけで事足りる。少なくともお前は飲み物で変身を止められる。聞いた話じゃ人狼によってはちょいと盗作的なやり方で怒りを鎮めるそうだな。というと SM プレイみたいなやつだ。おっと、 SM プレイときましたか。この動画をご覧になっている小さなお子様の皆様、決してお父さんやお母さんにこの言葉の意味を聞いたりしてはいけませんよ。貧困法制、真面目なバーフィリップでございますから。そういうのはエロビデオの中だけの話さ。エロビデオって思い切りもう言っちゃいましたから。待て、なんだって？人狼ならみんな知ってな。お前にそういった趣味があっても恥じることはない。いや、知り合いに聞いたんだ。だったら騙されたんだよ。くそ。そりゃ発作を抑えるためにセックスするのは珍しくない。けどまあ普通は地味なもんさ。言われてみれば発作中に SM プレイなんかしたら血まみれになるか。その通り。ではお前の話を続けよう。この特効薬に必要な材料はどのくらい分かったんだ？今んとこ生姜が必要ってことだけ。それと多分軽めのカフェインだ。ひょっとすると紅茶とか。あんた今のをメモしておけ。こいつが店内で暴れだしたら困るだろ。今日は紅茶を切らしていてね。けど今度君が来た時には試しにその特効薬を作ってみよう。そいつは助かるよ。ちょいと失礼。携帯が鳴ってますね。
悪い、俺は行く。病院に急患が運ばれてきたらしい。ああ、医療従事者の辛いところでございますね。こんな夜遅くにお勤めご苦労様です。なら私も帰ろう。一緒にタクシーに乗っていけばいい。よし、飲み物もどうも。ロスへ帰る前にもう一度寄らせてもらうよ。だからまた会おう。来てくれてありがとう。気をつけてお帰りください。なかなか個性的なお客様方でいらっしゃいましたね。かっこいいですね。あ、そういやフレイヤーさん奥にいたんですかね。どうも。今夜の執筆は終了かい？大体ね。さっきの二人、ネットの動画を思い出すな。変な妄想を膨らませないでくれるかい？狼と虎の赤ちゃんがじゃれ合ってる動画だけど、変わった状況で育まれる友情を見るのってなんかいいよね。あ、そっちの動画か。どういう動画だと思ったわけ？その、わかるだろう。いや、やっぱり忘れてくれ。マスターさ、冗談だって。冗談はやめた方がいいよ。すっごい下手だし。とにかくすっごく面白かった。今夜は収穫たっぷりね。そろそろ帰って寝よっと。そうとも、休みを取ることは大切だ。また明日かな。あ、心配しないで、明日もちゃんと来るからさ。おやすみ。気をつけて帰るんだぞ。なるほど、フレイヤさんで物語を締めるといったところでございましょうか。